不正疑惑です。皆様こんにちは、ナビゲーターのおもちです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。韓国大統領選挙が佳境、不正集計疑惑は再び繰り返されるのか。疑惑の中心は投票システムと選管委員会のようですね。過去に例のないくらい荒れに荒れた韓国大統領選挙なのですが、一体どのような結果に終わるのでしょうか。韓国においては与党共に民主党のイ・ジェミョン候補と野党国民の力のユン・ソギョル候補の一騎打ちとなった今回の選挙も、第3の候補者アン・チョルス氏がユン候補支持に回ったことから、世論調査からはユン氏がかなり有利になった雰囲気です。もちろん順当にいけばの話ですが、このまま敗れるわけにはいかない与党側のことなので、いよいよとなれば何をしでかすか分かりません。なぜなら政権交代の暁にはユン候補はムン・ジェイン政権の不正を暴くと公約しているからです。これまで数々の疑惑や不正を権力でねじ伏せてきた与党側としては、負ければ間違いなく逮捕、収監される人が続出することでしょう。そうなると起死回生の奥の手を考えていてもおかしくないと思います。思い出すのは2020年に行われた国会議員の総選挙。あの時はコロナ対策が評価された与党側の圧勝だと言われていましたが、その時の選挙で不正があったという声が今でもはっきり残っており、それに関連しつい最近も選挙管理委員会が不正を訴える元野党議員たちを告発しています。果たしてあの時の選挙で不正は本当にあったのでしょうか。そして今度の大統領選挙は正しく行われるのでしょうか。今回は過去の総選挙でどんな疑惑があったかを振り返り、今回の投票結果のポイントなどを探ってみたいと思います。それではまず比較的最近のニュース、3月4日付朝鮮日報の韓国大統領選事前投票不正説を指摘したファン・ギョアン・ミン・ギョンウク氏を選管が告発という記事を見ていきたいと思います。記事によると、韓国中央選挙管理委員会は1日事前投票・期日前投票の不正説を広め、有権者の投票参加を妨害した疑いでファン・ギョアン元自由韓国党代表とミン・ギョンウク元国会議員を検察に告発したと発表しました。告発された2人は今月4日から始まった大統領選挙の期日前投票において、投票用紙や投票用紙の集計システムに不正があるから期日前投票には行かないように YouTube や新聞広告で主張していて、選挙管理委員会はこれが選挙妨害にあたると告発したとのことでした。すでに期日前投票で不正という言葉を聞いただけでピンとくる方も多いと思いますが、このキーワードは2020年の国会議員総選挙の時に囁かれた不正疑惑絡みの言葉です。その時の疑惑について、例えば2020年6月24日の東京新聞の記事では、与党圧勝の韓国総選挙にデジタル不正疑惑、首都圏の得票率が3地域とも同割合、第三者も異常というタイトルで報じています。当時の総選挙で行われた期日前投票では、ソウル市、インチョン市、そしてキョンギドの首都圏3地域でいずれも期日前投票の得票率が与党が 63%、 野党が 36% でぴったり同じだったということでした。これは統計学上限りなくゼロに近いありえない結果だということで、世界の不正選挙を研究しているアメリカのミシガン大学からも、選挙結果を左右させた大掛かりな不正があったに違いないと指摘されているほどです。この統計学上ありえない結果をもたらした原因と考えられていたのがデジタル投票システムです。日本の選挙はご存知の通り、政党名や立候補者の名前を鉛筆で書いて投票し、それを手作業で集計するという
超アナログな手法で中継しています。しかし韓国では自称最先端のデジタル投票方式になっており、そこでは投票用紙にあらかじめ立候補者の名前や政党名が印刷されており、投票所には決められた文様のハンコが置かれているということです。有権者は自分が支持する候補者名の横にそのハンコを押して投票するだけで、その後回収された用紙は読み取り装置で集計され、瞬時に結果が判明するというわけです。一見簡単便利で正確だと思われるデジタル投票システムですが、2020年総選挙の期日前投票ではここに疑惑が集中しました。中でも投票用紙の集計マシンには中国のファーウェイの部品が多く使われていたことから、データが一度中国に送られ、そこで書き換えられたとか、中国からハッキングされて書き換えられたという説が大きく取り上げられたものでした。当時の選挙スタッフの中に中国人が含まれていた事実も疑惑を増幅させる材料になりました。またこのデジタル投票システムについては、当時から世界中で疑惑のシステムとして悪名が高かったことが挙げられています。世界一のデジタル国家を自称する韓国は、このデジタル投票システムを世界標準にしようと2015年に世界選挙機関協議会なる組織を結成し、主に発展途上国にこのシステムを売り込んだ挙句、各地で大トラブルを起こしています。有名なトラブルとしては、2018年のイラクの総選挙において、このシステムでの投票結果と手作業の結果が全然一致しなかったことが挙げられます。しかも原因はシステムを導入した韓国企業ミルシステムズ社が自らシステムの不正に関与したことが発覚し、海外のマスコミはその企業とそれを売り込んだ韓国政府の責任を厳しく問いただすことになりました。アフリカケニアではさらにひどく、2017年の大統領選挙の結果によると、現職大統領の再選が一度は決まったとのことですが、やはりシステム上の結果と手計算の結果が一致しないこと、そしてハッカーによるデータ偽装も疑われています。そして揉めているうちに落選した候補側の支持者による大規模な暴動が起こってしまい、多数の死者が発生するという大惨事も発生してしまいました。この時韓国企業が不正に関与したかどうかは分かりませんが、いずれにせよ簡単に投票数が書き換えられ、不正な選挙をしやすいシステムだったことは間違いないようです。話を2020年の韓国総選挙に戻しますが、その時の選挙では投票システムにファーウェイの部品が使われていたという以外にも、期日前投票では古典的な方法で選挙不正が行われていたという疑惑が数多く指摘されています。例えば期日前投票の初日が終わった投票箱が封印されないまま保管されていたとか、封印された箱でも翌朝見てみると封印された紙に剥がされたような跡があったとか、夜中に投票箱を監視するカメラが新聞紙で覆われていて映っていなかったとか、ハンコが押されていない投票用紙が大量に見つかったなど、なんだかとてもわかりやすい疑惑がゴロゴロ指摘されていたようです。そしてこれに連動するように、選挙管理委員会や与党はコロナ感染防止を理由に期日前投票を盛んに呼びかけていましたので、その結果期日前投票率が全投票数の約 27% を占める結果となり、これが与党勝利に大きく貢献したことが集計結果で判明しています。当然議席数を大きく減らした野党は選挙管理委員会に選挙の不正とやり直しを訴えましたが、選挙管理委員会はこれをほとんど受け付けていません。この9人いる中央選挙管理委員会の委員は、3人は大統領が任命し、3人は日本の最高裁判所の所長にあたる大法院長が指名し、残り3名は国会議員から選出されています。当然ムン大統領は与党側の委員を任命していますし、大法院長はムン氏に大抜擢されていますので、当然与党側の人物を指名しています。さらに国会議員から選出されるはずの野党側委員はなぜか空席になっていて、今は8人で運営されています。つまり選挙管理委員会は完全に与党が牛耳っていて、
当時も今も与党のための委員会と言っていいでしょう。今回の大統領選挙はこうした怪しいデジタル投票システムと与党応援団のような選挙管理委員会の下で行われているというわけです。これまでの世論調査の結果から考えると選挙は野党候補になびいているのですが、もし与党イ・ジェミョン候補が圧勝なんていう結果になった時はきっとその後大きな混乱が生じるのではないでしょうか。ということで今回は韓国大統領選挙の不正問題についてお話ししてきましたが、肝心の韓国の人たちは今回の選挙をどのように感じているのでしょうか。いくつかの大統領選挙のニュースの中から彼らの声を拾ってみたいと思います。今回の大統領選挙は保守と進歩、反日と新北などという対決ではありません。まともな人間と異常な人間、正しい正義と間違った正義、世界に通じる常識と国内だけで通じる常識の対決です。私たちはまともな指導者を選びましょう。3月9日は韓国が共産主義から解放され真の自由主義国に生まれ変わる第二の幸福説だと思います。口さえ開けば嘘をつく前科4犯の犯罪者イ・ジェミョンだけは断固反対です。こいつが大統領にでもなれば国民の血税はますます奴に吸い取られることになりますよ。世論調査の中でも韓国ギャラップの調査は全然信じられません。他の調査機関ではユン候補が圧勝しているというのに、私もユン55、イ35で圧勝すると信じています。これが違えば選挙で不正があったということです。イ・ジェミョン候補を支持します。期日前投票には一番で投票してきました。イ・ジェミョンが勝てばもう日本に負けることはないでしょう。ユンが大統領にでもなれば民主主義は終わり、検察による独裁国家に変わってしまいます。彼は民主主義のことを何も知らないから国民の自由が抑圧されて危険な国になってしまうと思います。ということで今回は大統領選挙直前だったこともあり、2020年の怪しすぎる選挙結果を振り返ってみました。3月6日現在、期日前投票率は 36% になったようですね。とても高い投票率なので今回も期日前投票が結果を大きく左右する可能性が高いです。果たして大統領選挙は本当に正しく行われるのでしょうか。何があるかわからないだけに今回は特に注目したいと思います。皆様のご意見ご感想をお待ちしています。評価クリックやチャンネル登録、よろしければベルアイコンをクリックしていただけるととても嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。おもちでした。